これって営業っていうことですかね。そうですね、広く言うとそういうものに、はい、番組に対する営業マン。あ、じゃあ例えば我々の番組を、はい、この放送エリア拡大するとなったら前田さんにかかってる部分が大きいわけですよね。そうですね。じゃあ夜の店なんかももちろん東京夜の店というか、まあ、私はどちらかというともう守りとあとアフターフォローみたいな、はい、ところに真面目なタイプってことですか。そうですね。じゃあ前田さん自体はおどぜひどっかの放送局に売ってくれてるんですか。そうですね、まだ一曲もないんですけども、それまあ、これからちょっと頑張りたいなと。それは話にならないですね。いやそうだね、いろいろ結果が出てないとなるとね、はい、こっちも強めにいっちゃうところがあるんで ね, ね、で前田さん自体その「オドぜひ」の晩飯がいまいち結果が出てないのは理由は何でだと思うんですか。はい、そうですね、うん、昔テレビ新潟レギュラーでやっていただいてるご担当の方が、はいはいはい、番組を購入するというのは、はい、まあ、結婚するようなもんだと、うん、その番組とおっしゃってたんで、まあ、それで言うと結婚するということがあるということは、うん、まあ、逆に言うと離婚されるリスクもあるということで、はい、その離婚をされないように今5局に対してこう必死でこう維持してるというか、そのちょっと終わる可能性をなんとか、そうですね、まずそこに必死というか注力してる。でもなんか俺なんか晩飯する人がなんか撮る前から終わること考えてどうすんだと思ってますけどちょっとその攻めの姿勢が、それで提案してくれてるのか、はい、それで。そうですね。あ、そこでですよね。はい、うん、こういう案はいかがでしょうというものを持ってきました。うん、はい、オドぜひ福利厚生プロジェクト。うん、で具体的にその誰を対象にサービスするのかというと、うん、買ってもらってないけども、うん、ちょっと検討中なんだけども、うん、どうかなというところに、なるほど、あ、それはいいね、はい、うん、そこに出張して収録を行うと、まあ、温泉地であったり、うん、美味しいご飯が食べれたりとか、うん、まあ、そういったところで、うん、まあ、接待もしながら、まあ、ぜひ見てくださいということで、うん、お招きすると。はい、我々がその土地に行くって、それとも向こうの人を名古屋に呼ぶってことで、どっちですか。お三方にぜひちょっと出張していただきたいということで、もうお三方の協力が必要に、ね、前田さんが今行けそうだなと思う曲はどこの曲、うん、ある？そうですね、東北の方に、うん、どこ、いい、青森放送RABさん、ちょっと最終的なこう社内的なもうワンプッシュみたいな欲しいかなという。前田がやってくれやそれ